どうもこんにちは、こんばんは、白文字優也です。プロスピー2019スタープレイヤーモード藤原恭太選手、続きやっていきたいと思います。皆さんぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで本日もですね、視聴者様から貴重なコメントをいただきましたので、早速ではございますがご紹介させていただけたらなと思います。本日のコメントはですね、シャープ23にて、コメントをいただきました。まずはですね、前回もコメントをいただきまして、今回もコメントありがとうございます。タコさんでございます。ありがとうございます。前回初コメントしていただいてね、今回もコメントということでね、本当にありがとうございます。結構やっぱね、視聴者さんでも初コメントして、まあそれ以降コメントがないっていう方もいらっしゃるので、まあこうやってねコメントいただけることを本当に感謝しております。ありがとうございます。タコさん、早速守備プレーありがとうございます。試合が長くなっちゃいますね、わら。気が向いた時で結構なのでお願いします。1年間お疲れ様でした。来年は三冠を期待してます、というねコメントをいただきました。タコさん、貴重なコメントありがとうございます。ということでですね、こちらシャープ23からですね、視聴者様からコメントをいただきまして、守備プレーをやらせていただきました。いや、私ですね、あんまりフィールドプレー、まあ、プロスピでやったことがなかったので、まあ、守備ね、やっぱ藤原選手といえばセンターのポジションから、見ることができるんですけども、まあ、守備ねすごく面白かったので、まあ、今後もですね、一つの動画につき、まあ、1回のみにはなってしまうんですけども、ちょっと守備機会のプレーもさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてね、1年間、まあ、シーズンを通して、まあ、戦い抜けたっていうところはですね、本当に視聴者様が見ていただけたおかげでございます。本当に皆さんありがとうございます。はい、来年は三冠王を期待していますというねコメントいただいたんですけども、いやー、どうだろうね、私のちょっとプレー操作が下手くそすぎるので三冠王はどうなんだろうというところなんですけど、まあ目標はね、高くちょっと設定してやっていきたいなと思うので、まあ来年はねしっかりタイトルちょっと何かしら、まあ獲得できたらいいな。まずはね、でも一軍にね、ワンシーズン通して滞在してね、スタメンを勝ち取るっていうところを来シーズンちょっと目標にやっていこうかなと思っております。タコさん、貴重なコメントありがとうございます。そしてですね、もう一つコメントをいただきましたのでご紹介させていただきます。初コメントでございます。サムヤッシーさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。初見さんでございますね、初コメント本当にありがとうございます。まあこうやってね、初コメント、そして視聴者さんがいてこそのね、私の動画でございますので、皆さん今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。ワンシーズンお疲れ様でした。来年はまず打点を目指してくださいというねコメントをいただきました。サムヤッシーさん、貴重なコメントありがとうございます。はい、ということで、いや本当に先ほどとね、同じコメントにはなってしまうんですけども、もうワンシーズンできたっていうのは本当に視聴者様がこんなに見てくれたっていうおかげでございますので、うん、視聴者様が見てくれなかったら、私多分このフィールドプレイじゃなくてスタープレイヤーモード多分続いてなかったです。はい、まあ、初めてねこのプロスピでスタープレイヤーモードというものをやらせていただいたので、本当に皆さんあっての、動画でございます。ありがとうございます。皆さんもワンシーズンねご視聴いただきありがとうございます。来年はまず打点王というところでね、なんとか1個ねタイトルちょっと獲得できるように、まあ今回ちょっとね途中から1軍に合流したということもありますので、まあ、初年度ということでね、まあちょっと規定打席に達せなかったっていうところもありますので、まあ来シーズンしっかり規定打席にね、はい、到達して、まあ何かしら、まあちょっとタイトルとかね、まあ打率も結構ね、いい感じに初年度出せたので、まあちょっと、何かしら狙ってちょっとやっていきたいなと思っております。サムヤッシーさん、貴重なコメントありがとうございました。はい。ということでですね、皆さんのコメントを今後もね、どしどしご紹介させていただければなと思いますので、相変わらずのカミカミ具合ですがね、よければ、コメントいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、早速でございますが、本日はですね、ポストシーズンでございます。クライマックスシリーズの、短期決戦をね、やっていきたいと思います。試合日程で言うと10月5日、6日、7日のソフトバンクとのですね、まあ、ちょっとヤフオクドームということで、戦うことになります。はい。そしてですね、藤原選手、振り返りといたしました、1軍成績このような形で終わりました。116試合に出場して打率3割3分、安打130本、本塁打5本、打点45、盗塁7というね、新人で迎えた高卒新人で迎えた1年目の、成績でございました。うん、もう私としてはですね、正直
まあちょっとですね、できすぎなんじゃないかなと思っております。本当にプロスピ操作下手くそですし、まあ今までプロスピでね、本当に PSP の頃以来やってなかったので、まあ今回初めてこのスタープレイヤーモードやらせていただいて、まあ打率もしっかり、目標の3割以上っていうところもいけましたし、本塁打もまさかねここまで打てるとは思ってなかったですね。多分1本打てたらいいなっていうぐらいだったので、まあ、素晴らしくいい成績を残せたのかなというところですね。まあ、あと目標としてはやっぱ盗塁2桁乗せたかったなというところではあるんですけども、やっぱ本当に、ね、走塁操作が下手くそすぎたので、途中から CPU に任せた結果、まあ、盗塁ならで終わってしまったという、結果でございました。はい、そしてね、ゲームの中でのチーム順位としてはこちらでございますね。はい、1位ライオンズ、2位ソフトバンク、3位、ロッテ、4位楽天、5位オリックス、6位ファイターズというね、パリーグの順位でございます。セリーグは1位ベイスターズ、2位カープ、3位ヤクルト、4位ジャイアンツ、5位タイガース、6位ドラゴンズというね、結果でございました。まあリアルにね、近いのはまあ、パリーグ近いんじゃないでしょうか。まあ3位と4位というところがね、ちょっと、CS では違うんですけども、まあリアルだとね、1位ライオンズ、2位、ソフトバンク、3位楽天というね、ポストシーズンになったわけですが、まあ、ここに、我が球団ロッテが入ってくるということで、まあ、頑張ってね、ちょっと1位のライオンズと戦えるように頑張っていきたいと思います。はい、まあ、そしてセリーグでいうとね、まあ1位ジャイアンツ、2位が横浜、DeNA、 そして3位が阪神タイガースということだったんですけど、リアルはね、まあそこに、広島カープ、そして、東京ヤクルトスワローズが入ってくるという結果になりました。まあ、DeNA もね独走で、まあ、優勝ということで、まあ、ゲームとリアルだとちょっと異なるところがあるんですが、頑張っていきたいなと思います。はい、まあ、リアルだとね、まあ、ソフトバンクが、2位、そして、まあ、CS ファーストステージを楽天を破って、ファイナルステージに進んだというわけなんですけども、まあ、ゲームなのでね、ここはねちょっとロッテがなんとかファーストステージを突破して、はい、ファイナルステージ、ライオンズと戦えるように頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、練習設定なんですけども、ただいま、私がですね操作が下手くそということもございますので、今ミートをですねとりあえず D まで上げたいというところでミートを上げております。そしてメインポジションセンターということもありますので、センターのメインポジションも D まで上げて、という感じでございますね。はい、そして、練習に関しましては疲労がですね 10% になりましたら、まあ1年目ということもありますので、即練習を休みにさせていただいて、0% になったら、こういう形でね普通に練習をさせていただいておりますので、皆さんご了承ください。ランニング設定は今現在ありません。はい、来シーズンねちょっとしっかりと選手交流で取りに行けたらなと思うんですけども、まだねちょっとねやっぱ藤岡選手も細谷選手もそうなんですけども、やっぱ星の差がねもうちょい高くならないとちょっとねこういう位置も上がりづらいっていうところはありますので、なんとかね、まあ、練習経験値獲得して、ちょっと能力上げていけたらなと思います。ということで長くなってしまったんですが、本日も皆さんご視聴よろしくお願いいたします。ということで本日ソフトバンクとの CS ファーストステージ第1戦は日本のエース千賀投手ですね。藤原選手はベンチスタートということでございますね。ということでございますので、まあ、動画1本につきね1回ちょっとフィールドプレーで守備操作もしていきたいんですけども、今日ベンチということで今日はじゃあちょっと守備操作はなしでいきたいと思います。いやーどうでしょうね、クライマックスシリーズソフトバンク、まあ、今現状ねファイナルステージをやってるという感じなんですけども、いやソフトバンク強いですね。昨シーズンもソフトバンクが、結局ね CS を制して日本一になったという、まあ、リアルな世界でしたけども、今シーズンもねソフトバンク強いですね。今動画収録、まあ、してる日はですね、まあ、ライオンズが、アドバンテージの1勝のみという結果でソフトバンクが3連勝、まあ、王手をかけたと逆王手をかけたというね、今結果となっておりまして、逆にセリーグはですね、阪神とジャイアンツ、ジャイアンツがアドバンテージを含めた3勝、まあ、王手をかけておりまして、阪神が1勝したという、結果で今この動画の収録をしているわけなんですけども、はい、いやーソフトバンクに4対2か、頑張っていこう。ということでまだね2点差なんでね、まあ、8回9回とちょっと終盤ですが、なんとかここでノーアウトで出塁して藤原選手で頑張っていきたいと思います。いや本当にこうやって見るとね今シーズンの成績良かったんじゃないでしょうかね。高校ビッグ4の中でも唯一のね活躍というか素晴らしいですね。なんとかねここ出塁したいですね。ピッチャーは木山投手に変わっております。はい、シュートスライダーがいいとしてございますと OK、 横に曲がる系ですね。頑張っていきましょう。まずは出塁。
ポストシーズン短期決戦はね、1打席1打席が大事になっていく。 OK、 フォークも結構落ちますね、木山投手。あとね、個人的にこのね、あのヤフオクドーム人工芝でね、ちょっと見づらいんですよね、緑が、緑の発色が良すぎて、わーすごい見づらい。変化球が決まります。リリースね、完全にベストピッチとかされると見づらいんですよね。ということでポストシーズン初打席はショートフライ。でなぜかね、甲斐選手がねファーストにいるっていうね。うーん、1点差で負けてしまいましたね、ロッテとしては。まあ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 、しょうがない、ここはね。はい、ということでクライマックスシリーズファーストステージの1戦目は、ソフトバンクが4対3での勝利でございます。まあ、このファーストステージはね、先に2勝したチームがファイナルステージに進出ということでございますので、まあ、ソフトバンクとしては大手。はい、まあ、ロッテとしてはね、ここからちょっと2勝、まあ、2連勝しないことにはねファイナルステージに進めないので、ではまだ諦めずに頑張っていきたいと思います。クライマックスシリーズファーストステージ第1戦は、ちょっとねリアルとはね違うね結果を残していきたいと思いますので、千賀選手7回を2失点に抑えて勝利投手でございます。とどうもありがとうございました。いやーでも本当にソフトバンク強いですよね。まあ、今シーズン、ギータ選手があまりね、あの怪我とかもありまして、そこまでだったんですけども、やっぱねソフトバンク強いですわ本当に。今シーズンはさすがにね CS ファイナルステージも多分ライオンズが行くんじゃないかなと思ったんですけど、いやソフトバンク強いよね本当にね、びっくりするぐらいですよね正直。多分ジャイアンツが、まあ、私推し球団ジャイアンツなんですけど、ジャイアンツ日本シリーズ行ってもソフトバンクに勝てるかなっていう感じですよね。逆にライオンズ来たとしても勝てるかなみたいな。本当にねパリーグはすごいですね、強いです。はい、ということで、はい、ということで、じゃあ2戦目やっていきましょうか。ソフトバンクとの2戦目ですね。まあ、王手をかけられてしまったので、これなんとか食い止めたい。2試合目どうでしょう。さあ、先発投手は大竹選手ですね。お、1番センター藤原選手スタメンということで、じゃあ今日はですね、守備操作、出番お任せになりますが、やっていきたいと思います。では行きましょう。いや、なんでこんなにね、ソフトバンク強いんですかね、本当にね。まあでもね、本当にソフトバンクは結構やっぱりお金とか、まあ、経済的な、ね、ところでもすごいかけてたりもしますし、あの量とかもねすごい綺麗なんですよね、他の他球団と比べるとね。なかなか難しいところではあると思うんですけど、さあなんとかね、まあ、今日ちょっとねこのポストシーズンのみになりますので、動画としてはねいいところを見せていきたい、頑張っていきたいと思います。まあ、シーズンを通してはね打率3割3分以上をギリギリキープできたのでね、目標ではまあ3割だったんですけどね、目標をどんどん上げていきましたから。さあ第1打席やっていきましょう。藤原選手、大竹選手に対してですね、まあ、大竹選手今シーズン2勝10敗と、まあちょっとね8勝負け越してるという感じなので、なんとかここは勝ちたいですね。今プレーボールがかかりました。さあ1番センター藤原選手スタメンでございます。頑張っていきましょう。まあそうですね、なんとかねここでちょっとイーブンに持っていきたいですね。さあ大竹投手見ていきましょう。あ、絶好調だね相手投手今日ね。うちのボルシンガー投手も絶好調ですから勝ちに行きますよ。シュート、スライダー、チェンジアップ、第2球種にスプリット、スローカーブでございますね。はい、なんとか出塁したい、いいとこ見せたいよ今日の動画で1本ぐらいは。集中集中、オッケーオッケー。をついてきました。最近ねプロスピンじゃなくてウイレばっかやってるんでね本当に。でウイレもしかもね、全然操作やってないので、操作系のねゲームがあまり苦手なんですけど、もったいないな。ツーボールから打ちに行きましたが残念ながらということですね。さあということで守備機会やっていきましょうかね。ホークスの攻撃です。はい、ボルシンガー投手は今シーズン13勝5敗、素晴らしい成績残しておりますと、なんとかねここはちょっと勝ってねイーブンに持っていきたいところ。打ちました。お、オッケー、ファースト井上選手。さあまたまた守備機会来ました。とのあと一塁ですね、デスパイネ選手。さあ頼むよボルシンガーさん。お、飛んできた。さあセカンドに投げようか。セカンドはバツ、オッケー。なんかね、フィールドプレーだとね、ちょっとね、普段操作してるボタン配置とちょっと違うので、まあ、バツだったらね、普段だったらホーム投げるんですけど、OK、ナイス、大地選手、OK、いいね、いいね、ゲッツー大きいね、さあ、ここで内川選手ですね、まあ、内川選手といえばね、リアルでもね、やっぱこういった短期決戦に強い選手なので、昨シーズンもね、怪我から復帰して、いやいや、マジか。言った矢先に打たれていく、マジか。
本当に内川選手はね、ポストシーズンの成績がね、多分1位じゃないかな、何においても1位だった気がするんですよね。まあ、本塁打とかわかんないですけど、ちょっとねここ見ていきましょうか。もう一度ご覧いただきましょう。点が入ったということで、いやさすが内川さんですね。内川さんに関してはもう本当にソフトバンクに来てからね、なんか才能が開花したみたいなとこありますからね。横浜にいた時はね、そこまでなんかすごい選手っていう感じではなかったんですが、さあ第2打席やっていきましょう。と先制点取られた後なので、なんとかねノーアウトで藤原選手出塁して足でかき回したい。先ほどの打席はうわいいボールだな。なんか今日ベストピッチしか投げてこないんだけど、どうしたの佐藤だ。いやちょっとあかん、今のはもったいない。掘ってワンアウトです。すいません皆さん、はい、このような形で私めちゃくちゃ操作下手くそなんで、初見で来ていただいている方お許しください。やばい、ちなみにあのうちのチームヒット1本持ってないじゃん。出塁はできてるけど、完全試合は免れてるけど、ちょっとここら辺に1本とこよ。ノーヒットノーランだけは遮りたい。ちょっと今のは甘いんですけどね。うわーちょっともったいないね、今の打つか。まあまあいいや、ストライクなんで。おーちょっとなんかすげえベストピッチしか投げてないんだけど、どうしたの。なんか久しぶりの操作だからちょっと軽くしてよ。おーナイスだ。危ない危ない、全然カーソル合ってなかったけど、なんとかカットできましたね。カット打法、カット、あボール球ボール球だけどカット打法。追い込まれるとね、厳しいコースを打ちに行かなくていけないというね。さあ2ストライクワンボール、これ甘いか。 OK、 ボール球っぽかったけど、でもまあカーブかな。素晴らしい。ということで、なんとかね今日の動画で初ヒット、そしてねノーヒットノーランをやっとなんとか免れましたね。OKOK、 まだね1対0ですからね。しかもノーアウト一塁で足の速い藤原選手ランナーだったので、なんとかここでね2番3番4番好打順で追いついてほしい。ナイバッチ藤原選手。おっ OKOK、 追いついた。おっいいねいいねいいね、追いついて追いついてる、逆転してる、素晴らしい素晴らしい。さ さあ行きましょう行きましょう。あ盗塁ね、 OK、 石峰選手盗塁と助けましょう。そして塁上には石峰、これで逆に石峰選手盗塁して2アウト2塁で私打っちゃって追加点みたいな。あれ盗塁のサインはどうしたの。石峰さん甲斐選手だけでいける。 OK、 ナイス手助け。いや手助けしたよ、サイン実行プラスさ手助けつけてよ。石峰選手としてはスタート、まあでもスタートまあ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 でしょ。 OK、 甲斐キャノンから盗塁をしていく。さあそして2アウトながらランナー2塁の得点圏、ワンヒットで石峰選手だったら帰ってこれる。追加で欲しいよ、ここ大事。集中、バッティングカウントバカだれーバカだれー。この回の攻撃はここまで。いやなんか今日打ち上げちゃうな、なんかボールの下を打ってますね今日。さあなんとか勝って、おセンターの守備、ワンアウト一塁ですね。中村選手、いやここ抑えてほしい。8回の裏か、一番理想な形はゲッツ。ああゲッツ、デッドボールあかんよ、痛い。あしかも中村選手変わって逆転のランナーに鎌本選手出てきましたね。さあ松田さんマッチです。熱男来ますよ、熱男パフォーマンスしてあかんよ。しかもノースリー、マジかノースリー。口監督迷ってるよ、どうしようかなって。うわしかもギータ選手やないかい、頼むぜ抑えてくれ。ああグランドスラム打たれてどうすんねん。松永投手かな、マジか、やっぱやる男ギータやな。このあのパフォーマンスあるんじゃないですか、最高。値千金の一発を放ちました。3点リード試合をひっくり返しました。最高パフォーマンスだ。あくるくる最高パフォーマンス、最高いいですね松永さん。ちょっとフォアボール良くなかったね、デッドボールフォアボールで2連続の奇跡は良くなかった。ここは慎重に行きたいところ。あそこがなければね、だってこのギータさんの満塁ホームランなかったよ。ちなみにねギータ選手はね今シーズン FA 取得してるので、多分ソフトバンクから抜けるかなと思います。ということで、なんとしかも第5打席最終打席やないかい。9回のツーアウト、森投手、一応見とこう。はい、森投手、こんな感じですね。カットボール、カーブですね。今シーズンも素晴らしい成績残してますと。マジか、最後のバッターで終わりたくない。とりあえずマルチ安打打ちましょう。CS マルチ安打狙って。
ッケーオッケー、見えてる見えてる。いやー、ちょっと厳しいね。あっ全然あかん、マジか。1球目のちょっとシュートが頭に残ってたんで、スライダーでしたね。カットボールかな、彼は少なかったんで。いやー、ということで残念ながらクライマックスシリーズファーストステージ、ロッテは0勝2敗で、残念ながらここで敗退という結果になってしまいました。いやー、ちょっと8回の裏のあの満塁ホームランはちょっと痛かったね。完全に MVP は伊田選手でしょう、この試合は。まあとりあえず私としてはポジティブに捉えさせてください。まああのポストシーズン1本ヒットを打った、皆さんごめんなさい。まあ、とりあえずね、藤原選手としてはポストシーズン、初の、ヒットということで、しっかりね短期決戦でも結果を残すことはできたんじゃないかなと思いますね。まあでもちょっとね、8回の表のあの2アウト2塁のチャンスで、まあちょっと打ち上げてしまったピッチャーフライっていうところはね、反省しなくちゃいけないところですね。まあ反省というか、私のもう操作ですね、操作がこれ今後うまくなっていかなければいけないというところでございますので、頑張っていきたいと思います。まあ、上手くなるためにはね、やっぱね基礎能力に助けてもらわなくてはいけないというところもございますので、なんとかねミーとねディーマが上げたいところですね。はい、ということで5対2で敗戦でございました。藤原選手は5打数1安打、ロッテはファーストステージの敗退が決まった。でもね、ポストシーズンに関しては疲労も下がらなかったり、ファン人数も、監督評価も下がらないので、ここはありがたいですね。はい、ということで、ポストシーズンも終わりまして、全日程が、終了いたしました。本当に皆さんありがとうございました。2019年、スタープレイヤーモードね、お付き合いいただきまして、セ・リーグは DeNA が優勝、パ・リーグは、西武が優勝を決めて、クライマックスシリーズを勝ち抜いた2チーム、あ、ヤクルト勝ったんだ。すごいじゃん、ヤクルト。しかもヤクルト3位じゃなかったでしたっけ ?DeNA、広島、ヤクルトだったから、3位のヤクルトがなんとね、素晴らしい。まあちょっと日本シリーズまで行ったんですが、残念ながら西武の打線には勝てなかったと。いや、パリーグはね本当に強いですよね。どの球団が来てもね勝てるのかなという感じですね。はい、ということで、まだちょっと時間あるので、オフシーズン、スタープレイヤーモード初のねオフシーズンちょっとやっていきたいと思います。球団事務所、お、これはあれじゃない、契約更改じゃない、オフセテス、お、ロッテの重役、いや藤原くんか、よく来てくれた、そちらの席についてくれたまえ。さて、まずは査定の前に来季も現役を続ける意思があるかどうかを確認させてほしい。もし何か思うことがあるなら、思うところがあるのなら、今この場で現役を引退することもできるということだ。慎重に答えてくれよ。来シーズンも現役を続行しますかということなんですけども、ちょっとね今後ねグロスピー2019スタープレイヤーモードどうしようかなと思ってたんですけども、結構見ていただいている視聴者さんも私の動画の中では多いので、まあ、ぜひね私もちょっと来年、現役続行させていただけたらなと思いますので、まあちょっとね、あんまりもうあのスタープレイヤーモードそこまで需要ないってなれば、ちょっと今後どうしようかなとは考えているので、まあぜひね、よければあの今後もちょっとあの続けてもいいよという方いらっしゃればね、あのコメントいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。まあ一応来年も現役続行はいたします。まあさすがにね、あの1年目のシーズンを終えてというところなので、まだ高卒ですからね、はい、20歳にもなってないので、まだお酒も飲めません、藤原恭太選手は。はい、なので、まあ、ぜひよければ今後もねちょっとプロスピ2019スタープレイヤーモード続けていきたいと思いますので、コメント高評価皆さんよろしくお願いいたします。一応来年も現役続行でいきたいと思います。はい、うむ、現役続行か、無論そうだろうな、念のために聞いただけだ、じゃあ聞くな、じゃあ聞くな、気を悪くしないでくれたまえ。ではいよいよ今年の君の成績を確認しながら査定を始めようとするか、始めるとするか、はい、しようか。はい、116試合に出場して打率3割3分、3割3分、素晴らしいと思うけどね。1年目だよ、高卒1年目でホームラン5本持ってますからね。打点45、7盗塁か、期待以上の働きをしてくれたようだね。当たり前じゃないですか、高校ビッグ4の中で1番ですよ。下手したらうちのロッテの中で1番ですよ、打率で言ったら。この成績から弾き出した君の来季の年俸はズバリ5700万円だ。4200万円アップ、素晴らしい。高卒1年目でね、ここまで上がるのはなかなか素晴らしい選手だと思いますよ。どうしたんだね藤原くん、そのタブレットは一体ということで、藤原は分析を重ねた自己成績をプレゼンし、年俸額アップの交渉に臨んだあのリアルの藤原選手は絶対こんなことしません。はい、絶対しません、こんなことは。ゲームの中です、皆さん。むう、このデータは見事なものだ、これは認めざるを得ないようだね。いいだろう、それでは少し色をつけさせてもらって、来期年俸は6200万円、
結構アップしたんじゃないですか。素晴らしい。だって5700万円からね、500万円アップ、素晴らしい。スキル効果によって500円も上を乗せ、こんなことリアルでやってる人いるんかな。うむ、ではこれでこの場お開きだ。ぜひ来年もよろしく頼むよ。ということで6200万円もね、所持金増えたらね、だいぶねアイテムとか買えますよ。はい、かくして2019年シーズンは終わりを告げた。はい、しかし藤原の目はすでに翌年を見据えているということで、来シーズン頑張っていきましょう。そしてこれからね、新人の選手、そして FA の選手とかいろいろ動向があるので見ていきたいと思います。はい、おーということで、まあ、今シーズン引退ね、まあ、ジャイアンツ阿部選手、そして上原選手は、まあ、リアル通りになりましたね。まあ、松坂選手は来シーズンも続けるというところでございまして、大竹選手なんかもね、今ジャイアンツの中継ぎとして頑張ってくれてるので、赤松選手もリアルで引退しましたね。はい、41名ちょっと見ていきましょうかね。じゃあせっかくなんで、こんな感じでございますと、はい、鳥谷選手もね、今後の動向がちょっと気になるところではありますね。どこに行くの。あ、宇都宮選手とかも引退したんだ。ちょっと内海選手と交流したかったな、個人的に。ジャイアンツ推し、あ、和田選手もマジで、和田選手とかまだいけるでしょ。はい、引退選手このような形となっております。皆さんのね、気になる選手とかいたらよかったらコメントで教えていただけたらと思います。ヤクルト来季の新しい、お、田畑、監督、そして投手コーチに立山さん、西武は、小野監督、そして投手コーチに内海さん。内海選手まさかの投手コーチか。投手コーチだからね、西武行ったら宇都宮さんに会えるね。藤原くん、いや噂は聞いてるよ、最優秀新人を獲得、やりました。皆様ありがとうございます。マジであんだけね、やっぱ注目されてる新人選手がいただけで、高卒1年目でなんと最優秀新人賞取れました。マジか、規定打席も達してないんですけど、いや皆さん本当にありがとうございます。スターレベルのポイント500獲得、スターレベルもなんと23、ありがとうございます。まさかね、ちょっとね、まあ成績的には結構いいかなとは思ったんですが、多分無理だろうなとは思ってたんですよね、新人王は。まあ本塁打数もね、ちょっと2桁乗らなかったし、盗塁も2桁乗らなかったし、ちょっと厳しいと思ったんですが、いやありがとうございます。まさかの1年目から新人王ね。まあね、ここで逃したらもう多分新人王資格来シーズン多分なくなると思うので、よかったですね。あ、どうだろう、来シーズンはあるんかな。まあでもいいでしょう。はい、来シーズンも頑張ろうということで、選手の年齢がある一定以上になると、シーズン終了時に能力が下がるようになります。年齢が高くなればなるほど、より多く能力が下がってしまいますが、年齢の影響で特殊能力が消えることはありません。また、アイテムショップでジェットバスか、酸素カプセルを購入すると、能力の低下を軽減することができます。ということでございますので、まあ、今後ね、スタープレイヤー長く、見るときに、こういったジェットバス、酸素カプセル買っといた方がいいってところですね。まあ、まだね、20代にもなってないですからね、藤原選手。逆にこの年齢で能力を釣られたら困りますよ、みたいな。さあ、ドラフト会議、ロッテはどうだったんですか、見ていきましょう。1位、大学生ルーキー、中込くん。2位、社会人、内野手、安田くん。安田選手ってあの安田選手じゃないよね。うちにいる安田選手。3巡目、3位指名、内野手、大学生、村山くん。4位指名、大学生、捕手、瀬戸くん。5位指名、内野手、社会人、佐野くん。ということで、高卒誰一人取ってないね。高卒取れろって。どうした？まあまあ、即戦力が惜しかったんだろうね。社会人と大学生取るってぐらいなんで。まあ、高卒は、藤原恭太くんがいますから。任せてくださいよ、私がいるんで。さあ、FA の情報入ってきました。見ていきましょう。お、中田翔選手。ギヒタ選手は FA 宣言しなかったのかな？今シーズンどうでしょうか。ぜひ中田翔選手に来てほしいですね。選手の移籍情報が入ってきてる。各選手は一体どの球団でシーズンを迎えるだろうか。あ、佐藤選手がなんと読売ジャイアンツと契約合意。ジャイアンツ熱くなるね、野手陣。どこ守らせるんだろう、佐藤選手。外野かな、セカンドかな。まあ、セカンドで言ったら吉川尚輝選手もいるけど。なんと、本塁打王、佐藤選手ですね。あ、今シーズンの成績とかも見たかったですね。あ、中田選手は残留しましたね、日ハムに。あ、市川選手が西武ライオンズ。はい、ロッテには誰か来るかな。はい、追加情報。細谷選手が、ジャイアンツ、ジャイアンツ多いな。ビシエド選手が、ドラゴンズ残留。アルモーテ選手、なんとカープに移籍。柿沼選手、ヤクルト。レグナルト選手が楽天。岩田選手が西武。はい、阪神の岩田選手ですね。平野選手、あ、平野選手戻ってきたんだ。メジャーから平野選手がオリックスに戻ってまいったということですね。なるほどなるほど。あ、谷口選手、日ハムの谷口選手がロッテに来ました。外野争いが熾烈になる。大丈夫か。
大丈夫か本当に。佐野選手が中日、小島選手が広島。あ、小島選手ロッテの選手じゃなかったっけ。え、いなくなっちゃうの、マジで。あ、内川選手ヤクルト、マジセリーグ戻るんだ内川選手。伊藤選手が、横浜残留、飯塚選手阪神、あ、ジェンズの桜井選手楽天、マジか、対戦する機会増えそうですね。村田選手ライオンズ、結構移籍しましたね。まあ外選手のジャイアンツが一番大きいんじゃないでしょうかね。いやジャイアンツ強くなりそうやね。お、いいねいいね。給料が125万。移籍についての追加情報を見ていきましょう。あ、清田選手なんとジャイアンツいなくなっちゃった。ロッテにいた清田選手、うちのチームからめっちゃ抜けるやん。キャムデン選手 DeNA、 新外国人、あ、宮西選手はファイターズ残留、寺原選手が、ライオンズ、水口選手オリックスですかね。うん、以上かな。はい、という結果でございます。いやジャイアンツやっぱ結構補強するね。あ、いいねいいね。結構あれですね、一気にこのオフシーズンは給料がもらえますね。ありがとうございます。さあ自由行動日だ。さて何をしようというところでございまして、もうちょい続けようか。もうちょい続けましょう。で、まあ、今シーズンはね、安井さんと町田さんの、まあ、2つ目のスキルですね、指導力、グッズ収入はちょっと取っていきたいなと思います。ちょっと長くなってしまうんですが、もうちょい続けましょうか。はい、で選手交流もね、他球団の選手とかと交流できたらいいんですけど、あ、細谷さんがね、ジャイアンツに行っちゃいましたね。細谷選手辛いね。せっかく唯一の野手の交流チャップ上げがいなくなってしまった。まあとりあえずそうだな、選手交流値はちょっとまだまだなんで、人物交流先に取りに行っちゃおましょうか。はい、ランニングセット欲しいですけど、人物交流からいきます。まずは安井さんのね、ちょっとスキルを、指導力さあということで、疲労というのは意外と自覚がないものですよ皆さん。ゆっくり休んでください、休めるときにね。はい、ということで 30% ぐらいで疲労したと感じたあたりから怪我の危険性、あ、そうなんだ、疲労 30% までならいけると。あ、じゃあ今シーズンからとりあえず 30% ぐらいまで行こうかな。疲労 30% もちょっと練習したいですよね。なので OK、 安井選手、あなたの助言などの交換など したりしますか、他の選手と。あ、します、します。はい、指導力ってなんかあれかな、こういう位置とか上がる、そんなことない。あ、ナイスナイスナイス、相手交友時、選手交友時、相手選手が成長しやすくなった。 OK、 ありがとう安井さん、これ大きいですね。選手交友時やっぱり上がりづらかったので、今まで全然ランニング設定とかもね取れなかったんでね。藤原君噂聞いてるよということで、人物交友10回実行しました。年俸2500万到達クリア、5000万クリア、スターレベルポイント1090、一気にスターレベルが27になりましたね。素晴らしい、この調子で頑張っていきましょう。さあということで1月に入ってね、皆さん2020年もよろしくお願いいたしますということで、2020年の新入団選手、さあ新人選手の顔合わせ、先輩の藤原だ、みんなよろしく頼むよ。村山くん、1位指名の村山くんかな、挨拶に来た村山くん、偉い。他のやつらはどうした、おい、5人ぐらいいただろう、 5人指名してただろう、村山しか来てないぞ俺に、どういうことだおい、もう4人どうした。給料524万円、オッケーオッケー、増えてきましたね、年俸上がったおかげで。どうしたどうした、おい、村山しか来てないぞ、おい、どういうことだ。しかも村山くんもあれじゃない、ピッチャーじゃない、違うかな、村山くん、あ、村山くん違うか。あ、いいじゃんいいじゃん、いい選手やん、ショートということで、ちょっと新しく入った選手ちょっと見ていきましょうか。どこで見れるんだろう、チーム情報とかシーズン記録でいこうか。じゃあ、いや、こっからは見れないか。選手能力データで新しく入った選手をちょっと見ていきたいと思います。はい、まず投手、新しく入った選手、プロ1年目の選手はいるかなと。あ、いましたね。この選手、中込選手ですね。こんな能力でございますね。そこまで強くないんじゃない、抑え適正で、タイランナー、シュート回転、クイックいいって、なんかあんまりよろしくない気がする。即戦力としてこれ使うんですか、この投手、中込くん大丈夫か、本当に心配になるけど。捕手としてはこの瀬戸くんですね。チャンスいい、まあ満塁とか粘り打ち初球持ってますと、捕手リードも F か、まあ、今後ね、こういう位置ちょっと上げて、能力上げてもらいましょう。さあ、あとは、誰だろう、村山くん、この子だね。あ、村山くん結構いいじゃん、チャンスメーカーも持ってるし、粘り打ちも持ってるので、村山くんとの交友値上げてランニング設定取りに行くっていうのもありですね。いいじゃんいいじゃん、村山くん頑張っていこう、一緒に。1年目村山、そして佐野くん、片目打ち満塁男持ってますが、チャンスいい、三振持ちということですね。
はい、安田くん。あ、この安田くんもいいね。代打流し打ち粘り打ちチャンスメーカー。うんうんうん。特殊能力は素晴らしいですね。いい感じ、頑張っていこう。そしてそして、あとはどうだ。あとはまあ谷口選手が、日ハムから来てくれましたよというところですね。悩んだと、持ってます。悩んだ欲しいんですよね、個人的に。っていう感じでございますね、新加入というところでございますと。はい、ということで、じゃあ早速人物交流、次は町田さんに行きたいんですが、選手交流の村山くんとの差はどうだ。うん、まだ赤じゃないか。自分との星の差がね、こういう風に小島選手だとプラス62、61、61とかになってるんですけど、これが赤になるとね、選手交流値が上がりやすいんですよね。なのでちょっと赤になるまではちょっとあれだな。うん、渡辺くんとか行こうかな。渡辺さんか、どうしようかな。ちょっと練習経験値も欲しいっていうのもあるので、その前にちょっとアイテムだけど、あ、これあれなんだ、どうなんだろう、来シーズンになったら変わるんですかね。変わったりしないのかな、どうなんだろう。乗り物とかもちょっとランダムで1人選手交流リスト、おお増えるんだ、増えてもいいな。変更管理、時計ファンそこそこ増える。ちょっとあれですね、機材買っとこうか。ミート上がってほしいので、対右ミート、左ミート強化される、こちらの、ティーバッティングキット買っておきましょう。500万円で、はい、買っておきます。これね、ミート上がりやすくなるので。で、あとは499万か。もう速攻給料入ったら使っていくスタイルでいくので、はい、出し惜しみせないしないでいくので。疲労の回復量 50% アップもいいけど、まあでもいっかな今のところは。ちょっとアイテムで交流値上げようか。300万買っちゃおうか。うん、80インチの、100インチか、100インチの液晶テレビ買いましょう。誰上がる保有地、種市選手。うん、了解しました。種市選手はちなみに、あ、もう終わるじゃん。じゃあ種市選手行こう。種市選手行って、ちょっと練習経験値もらいましょう。おいいね、焼肉。最近焼肉食ってないな。焼肉すごい好きなんですね。岩下選手の交流リスト加わって、種市選手内角攻めついた。 OK。 さあ練習経験値ですね。まあ投手からはね、ちょっと練習経験値を得たいと思います。まあ投手からね、特殊能力もらってもっていうところなんで。お、センターのメインポジション D まで上がりました。素晴らしい。ということで、じゃあちょっと一旦メインポジションというか、練習ね、設定を変えましょう。春季キャンプ、守備位置の変更希望、ないです。センターでいきます。守備位置の変更希望しますか、しない。はい、二刀流とかもできるのかな。じゃあ原選手の二刀流とか見たい方います。どうなんだろう、二刀流とかできたらやってみたいですよね。キャンプでは特別な強化を行うことができる。投手は一部の弱点能力を克服。あ、いいね、赤徳が消せるんだ。野手は得意コースを強化。うん、急分割、ただ逆側のコースが苦手になることがある。なるほどね。うん、投手と野手のどちらも疲労回復力の強化。どうしようかな、このキャンプ何かを課題にしたい。疲労回復力、得意コース強化、得意コース強化してみましょうか。どこにしようかな、内角高め。でも低め行きたいですよね。なので得意コース、どこ苦手かな。個人的にバッティングしてて苦手なところが、私どこ苦手かな。あ、でも外角低め得意コースにしたいな、個人的に。はい、外角低めちょっとしましょう。キャンプの期間中、練習設定で設定中の練習メニューが実行。うん、練習効果大きい。 OKOKOK、 一気に成長チャンス。練習設定見直しましょう。練習強度についてキャンプの成果には影響しません。 OK、 練習メニュー確認します。ですね、これミートはとりあえずつけるでしょ。で、まあもうメインポジションセンター上がったので、 D までにもう特別打撃で一気に、ミート上げます。はい、そうですね、ミート上げましょう。もう特別打撃でパワー、プラスミート、もうミートをね、もう上げたい本当に。これでいきます。とりあえずまずミートで、まあそのうちね、ゴールデングラブ賞とかも取りたいので、一応守備職人も持ってますし、レーザービームもね、藤原選手持ってるので、うん、ということでキャンプの練習目に OK。 上がったのかな、能力。100インチ液晶テレビ購入でスターレベルポイント獲得。どうだどうだ。さあそろそろね、じゃあちょっと動画的にも終わりにしていこうかなと。今日でキャンプ終了。あ、めっちゃ上がるやん、めっちゃ上がる、めっちゃ上がる。ミートプラス6上がりましたね。48、あと2で D に乗る。いや、今シーズンとりあえずミート D までちょっと上げたいですね。アイテム買った効果とかもあるんかな。これは大きいですね。なんとか今シーズン中にちょっとミート D に乗っけたい。はい、
オッケー、いいね、なんか516万も入ればすぐアイテム買えるね。自由行動日、さて何をしようかということで、ちょっとね今日動画長くなってしまって皆さん申し訳ございません。練習設定はこのまま行くとして、そしたらどうしようかな。町田さん行ってもいいんですが、渡辺選手とかもうあれだね、もういけそうだね。選手攻撃赤になったんで、自分との星差がね。あ、村山くんもいけそうじゃん。じゃあちょっとランニング設定もらおう。チャンスメーカーか粘り打ちちょっともらいたいので、追い込まれた時にミート上がる、ノーアウトランナーなしの時にミート上がる。まあ1番なんでチャンスメーカーもらおうか。村山選手ちょっと行こう。練習もちろんです。村山選手1年目の選手とね、はい、特打。お、こういう大きく上がった。ミート 5? マジで村山、お、村山そんな上がるんかよ、お前。パワーも 6? お、マジかよ、村山。村山、お前、村山そんな上がるんか。さあ、オープン戦定時来ましたね。ここどうだ ?3 試合で4安打以上ならば開幕1軍の座を射止めることができると。了解いたしました。まあ、次回オープン戦やりましょうか。4安打以上いけるかな。まあ、でも初年度は確か6安打だったんで、さすがに3試合で6安打って厳しいよねっていう感じだったね。まあまあまだね、評価がちょっと上がったというところでいいんじゃないでしょうか。はい、ということでちょっと一旦アイテムショップで残りも、ああ、これ全部買ったらもうあれなんですね。そうなんだ、買えないんだ。まあいっか、まあ、とりあえずじゃあこれ買っとこうか。イタリア製高級ソファーで、細谷選手、ジャイアンツに行った細谷選手ですね。こういうジャップ、1人こういうリストに行く、まあまだいいかな。とりあえずあとは取っとこうかな。あ、練習設備も1個しか買えないんですね。なるほどなるほど、そっかそっかそっか。捨てることがで、四角で捨てることができると。でもまあ今ミートあげたいんでこのままでいきましょう。じゃあそしたらこういううちリスト加えちゃおうかな。それかまあ疲労回復量 50% アップ買っとく、買っとこうか。ウォーターベッド買って、でまあ今シーズンはね疲労が 30% になったら、練習休みにしていきたいなと思うので、まあ、今シーズン2年目のシーズンということでね。村山くんも結構上がったんじゃない？あ、いいじゃんいいじゃん。ちょっとね、まあ補給スローイングがちょっと微妙だけど、まあ遊撃手だからね、なんとか守備ちょっと上げてもらってね、まあ、悪い特殊能力ないので、まあラインドライブか、まあ、ホームランは多分少ないかもしれないんですけど、村山くんぜひともね、頑張ってほしいですね、1年目。期待の後輩ですね。ランニング設定は何もつけられません。まだありません。はい、ということでございまして、以上かな。で結局多分高校ビッグ4の成績とかも、ああもう見れないか。まあいいでしょう。はい、ということで、野球殿堂入りとかもいますね。はい、こんな感じでございますと。ちなみに新人王とかどっかで見れたりしない？タイトル昨シーズン、うわ、新人王藤原恭太選手、しかもギータ選手三冠王やないかい。打率3割5分9厘、本塁打51本、打点140打点やばすぎるだろ、ギータさん。最短で195本、まあ、200本は達成できなかったみたいですけど、最高出率4割6分3厘。やばいですね。はい、昨シーズンこんな感じ。あ、でも増田選手と松永選手がロッテから選ばれてますね。西武と最優秀中継ぎに。最優秀中継ぎの松永選手がね、ギータ選手に満塁ホームラン打たれましたからね、CS で。いや、宇治原選手、新人王ありがとうございます。皆さんのおかげでございますね。はい、そしてセ・リーグは、新人王、近本選手。まあ、近本選手でしょうね。いや、でもね、今シーズンからね、MVP のソト選手がジャイアンツにゲーム内で加わったので、これ怖いですね。ソト選手56本、打点136打点。まあ、三冠王とはいかなかったみたいですけど。いや、菅野選手も素晴らしいですね。まあ、ちょっとリアルだと今、ね、ちょっと怪我の影響とかもあってって感じですけど。はい、こんな感じでございましたと。ベスト9はこんな感じですと。見ていきましょう。はい。まあ、うちからはちょっと選ばれてないですね。残念ながら。はい。ということで、あ、DeNA すごいね。すごいな、DeNA。はい、ということで、ゴールデングラブは、ちなみに、はい、こんな感じです。うわ、ライオンズ多いな。素晴らしいですね、ライオンズね。はい、セリーはこんな感じでございますと。って感じですね。オールスターファン投票とかも多分前回確認したと思うんですけど、はい、こんな感じでございました。ちなみにとね、はい、ということで、とりあえずね、1年目のシーズンを終えて、2年目のシーズンに入っていきます。
はい、今後ねプロスピ2019スタープレイヤーマンのこの藤原恭太選手、ぜひともね、ちょっと続けてほしいというコメントなどがありましたら今後もやっていけたらなと思いますので、ぜひとも皆さんコメント高評価よろしくお願いいたします。ちょっとね今日ね、オフシーズンそしてポストシーズンということで長くなってしまったんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますのでお手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私のツイッターのリンク、他の配信アプリのリンクや LINE グループ白王子ファミアについての詳細なども載っております。お時間あるときに目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、2年目のシーズン、まずはオープン戦でしっかり結果を残してね、1軍スタート切れたらなと思いますので、皆さん高評価コメントもどしどしお待ちしております。ではまた次回のプロスピ2019スタープレイヤーモード、藤原恭太選手でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。